こんにちは。次が何段目だ。第4弾。今度はですね、扇風機を車に固定するためのやつを作りました。USB で充電ができる扇風機。こんな感じの扇風機ですね。なんと首振りも。サーキュレーター。あ、扇風機として。そして、ちょっとこっちおいで。首振りストップ。長押し。すると。ライトがつきます。マックス。はい、これをどこにつけるかというと、ここ。天井のここにつけます。ね、下に置いてもいいんですけど、まあ、下は何か物を置くと邪魔になるので、これ外し方知ってますか。押すと抜ける。 M6 ので戻せば、もう一回使える。押して外す。押して外す。そうですね。この穴はこっちのハンドルとも同じサイズだから付け替えもできるんで、この1234箇所どこにでも付けれます。これがこの台に虹で取り付けてあります。こことここの穴の間隔は 14.5mm、このネジとネジの間も 14.5mm、 M6 のネジになります。これが外したクリップ。じゃあこれをちょっと取り付けていきますね。今回はここにつけるんですけど、まあ、邪魔にならない場所、自分の好みの場所で
取り付けできるので、あまり強く締めるとこのルーフトリムに跡がつくといけないんで適度に締める、まあ、走行中はできれば外した方がいいとは思いますけど、まあ、全然揺れても落ちる様子はないと思います。こんな感じですね。寝た状態だと、頭からつま先まで冷やしてくれると。USB の充電モデルなので、まあ、家でも充電できるし、ポータブル電源でも充電ができれば、電源をポータブル電源から取りながら動かすことができますね。確かヤフーショッピングで5000円ぐらいだったと思うんですけど、耐久性はどれぐらいあるかわかんないですけど、あ、でも作ったこの取り付けに作った板は自作で作ったやつなんで、ある程度のモデルだったら取り替えは可能だと思います。今日はね、ちょっととても暑いんで、今日の夜はこれだけで大丈夫かなとは、どうかなとは思うんですけど、まあ、一回車中泊に行きたいと思います。
にしては、まあ、こんなもんかなと。またこれもね、廃材の板で作ったんで、ね、こっちのね、五六のネジのつまみはだいたいこれが1個100円、その後ろの M6 の 30mm のネジが1個20円、なんで120円120円、5000円。板は廃材、感じで行ってこようかなとは思います。さてと、次は何を作ろうかな。なんかこんなのあったら便利じゃないですかとかあったらコメントいただけると作ってみようかなとちょっと考えちゃうんで、もしなんか面白いアイデアがあったら教えてください。それでは。パクチーコメントありがとうね。今度会いに行くからね。バイバイ。